たや縁日などでで出題されていた爪将棋である簡単に積むように見えて意外な受けがあってなかなか積まないという特徴がある。道端での将棋の商売は大正時代前期に野田圭介と荻野隆一という二人の人物がそれぞれ別の場所で始めたとされている。彼らは最初は道端で定石の講義をしながら気象を売っていた。 爪将棋は最初客寄せに使われていた。二人より後に商売を開始した堀内隆史善は古典から開作した爪将棋を出題しながら爪将棋賞を打っていた。大正時代後期には野田や小木野も爪将棋の出題が主体になっていた。また、大道爪将棋は賭博の一種でもあり、一回いくらかの料金で客に爪将棋を解かせ、解ければ、 金品,品を商品として与える形が主流となる。増田幸造は、幼少の頃、家出をした時に、大道詰将棋を詰ませて生活費を稼いだことがあり、後に懇意になった、詰将棋屋に詰将棋の回答を依頼され、作ったことがあると、自伝、名人に強者を引いた男で改装している。関東大震災の前後から全国に普及し始め、第二次世界大戦を挟んだ後にも広く見かけられた。 道路交通法の施行とともに取り締まりが厳しくなり最近ではほとんど姿を見ることはない。大道詰将棋は道端で商売を行うため敵屋の一種とみなすことができる。敵屋が商売の一環として大道詰将棋を扱うこともあったとされる。敵屋出身でない大道詰将棋屋でも圧力を避けるために敵屋団体の客分になることがあった。 爪将棋屋が自作したものが多いが、稀に大橋総計など昔の将棋雑誌の作った問題を出すこともあった。また、プロ騎士の中には大道爪将棋問題を作るものもあったが、後にプロ騎士が大道爪将棋を作成することに関しては禁止された。大道爪将棋のルールは、基本的には通常の爪将棋と変わらない。すなわち、 大手の連続で玉を詰めるのが目的となる。実際に出題される時には、詰将棋屋が玉型の手を指すので客は、詰手順に専念すればよい。このように書くと簡単に思えるが、実は大道詰将棋は受け手に妙手が多くその手を指す。ためにも詰将棋屋が、大側を指す必要がある。受け手の妙手に気がつかない客が簡単に詰むと思い出を、 出して大金を巻き上げられたということが多い。創作においては通常の爪将棋とは違い余り詰めや駒余りが認められる。また紛れを多くするために罪に全く関係のない駒を配置した作品も少なくない。大道爪将棋の問題は新聞や雑誌に掲載される爪将棋とは逆に後方型から見て番の左側に配置されることが多い。 簡単に積むように見せるため最初のコマ数が少なく小さくまとまっているものが多い。また、同じようで少しだけコマの配置が違うような問題もある。大道詰め将棋は主に持ち駒によっていくつかのパターンに分類される。以下に主な問題のパターンを挙げる。以下の解説において積む、逃れるなどと書かれている場合、特に指定がなければ一般的な問題における場合である。 積むと書かれた手順が、すべての問題において積むわけではない。逆に、逃れると書かれていても配置によっては積む場合がある。持ち駒に強者と不評を持つ問題。強者を打った後の玉方の合駒に特徴がある。交付問題は最も多くの問題が作られた形式であり、700台を超える問題が現存している。随一 A の詰手順は以下のようになる。 初手が八三甲では九二玉で積まないため、八九甲と打つ。これに対して玉方は八二に合駒をしても積まされる。ものの、八三に合駒をすれば同甲府なりでは積まなくなるというのがポイントである。受け方は合駒として、銀を使うのが名手で、角行と銀章以外の合駒では五手目九二方同玉と取るよりなく、八三甲制から早く積む。また、 ゴ駒が角だとすると八手目八8一同銀が8、1同角となり、前に効かないため8二とで早く積む。交付問題におけるゴ駒交付問題の多くは、右の図のように7一玉、7三金、7五桂の3枚が配置されている。多くの問題は、この配置から以下の手順のいずれかで始まる。6三桂不成八一玉、8四甲七二歩。 八一玉八五項八三桂不成八一玉八二歩九二玉九四項左の図は上の手順が成立しない例である七二歩八一玉八九項に対して上の解説通り八四桂と合項をすると同項以下状に折って積んでしまうしかし単に八三金と合項すると七一歩制、同比で手が続かなくなるこの問題は単に六一銀なりと飛車を取り 同玉6二飛五一玉 63K なり4一玉4353一玉4二比なり2一玉2二歩1一玉3一竜と右に追うのが正しい手順となる。持ち駒に銀賞を持つ問題。玉1によってさらに分類されるが8一玉型9三玉型の2種類が多い。他に9三玉7二比7四比型。 8、一玉、6、飛5、一角型、9、四玉、8、六飛7、五馬型などがある。9、四玉型以外のどの問題も2段目に飛車がある。多くの問題では、8、二銀、9、二玉、7、三銀、なり、9、三玉、8、二ひなりという手順を見せているが、7、三銀、なりに対して飛車を取る手があり失敗する。特に9、三玉型で4段目に飛車がない形では、8、二銀で始まる問題は少ない。 八一玉型八一玉型の問題には、こ型の五二飛5三馬、玉型の七四角八三歩九四金が配置されている。常述の通り、八二銀九二玉七三銀不なりは五に隠れ、逃げられる。手順には以下のようなものがある。九三玉型九三玉型の時、七二比は玉の下部を抑えている。常述の通り、初手八二銀はほとんどない。 この型の場合、八五の駒を捨てて玉を上に誘う手が多い。例として、以下のような手順がある。九三玉飛車二枚型この形式は、後手玉が飛車に挟まれた格好になっている。八三の駒は角か銀である。八三の駒が二つの飛車に当たっているため、八二銀九二玉七三銀なりのような手順では七二角と取られる。斜め後ろに動ける駒なので、 9四銀同角7三竜も8三角8にひなり9四玉8三竜同型のような手順で逃げられる。8三の駒が角の場合8四銀という手もある9四玉83銀で角を取ることができるが9五玉と逃げられる。詰将棋作家の加藤徹はこの形式による97手詰めを1999年に発表している。 この問題は八四銀九四玉八三銀イカ玉を一筋まで追う作品で同年の漢字賞特別賞を受賞している。持ち駒に金賞がある問題。出典ははっきりしていないが昭和六年の将棋月報に問題が紹介されている。序盤に大駒の合駒に回を含むパターン化された手順があり手数が多い問題が多い。の駒が不以外の場合など 序盤の手順が使用できない問題もある。金問題の序盤図に A から96金84玉、87項で相駒が効かないように見えるが、86比という相駒がある。同項は75玉と逃げられるため、85金同比同項同玉86比75玉、56比84玉89項と進み、これに対し85角と相駒指導項同玉と進む。ここまでの16手が、 金問題の一般的な序盤の攻防である。図に A は、96金84玉8 7甲・8 6比8、5金同比同甲・同玉86比75玉、五6比84玉8 9甲・8 5角同甲・同玉96馬75玉5三角64比、86馬84玉62角成同比96、9, 6, K まで25手詰めである。 この手順だけ見ると六二の桂馬は単なる質駒に見えるが、この桂馬がないと十七手目九六馬の代わりに八六馬とする別の積み手順がある。小型の金問題金問題の中には、右の図のような形式もある。この問題も、一般的な金問題と同様九三金八一玉、八四5八三飛という飛車の中号から始まる。同行は七二玉で逃げられるため八二金。 同飛同行性同玉と進む。7二飛は8一玉8四甲8三歩という、頂点の合まで積まないため8三飛と打つ。ここまでがこの形式の金問題の一般的な序盤である。9一に強者が存在するため、7二玉に対して5三飛なりのような大手をすると9四甲と馬を取られることがあるので注意が必要である。この形式の派生問題として、 持ち駒を銀に変えた問題がある。この場合、8三銀、8一玉、7二銀不り8二玉、8三馬という簡単な積みがあるため、9筋に玉を配置して、双玉問題にすることがある。別種の問題右の図は、今までのものとは違う、形の金問題である。狭いように見えるが、2枚の桂馬と銀が要所を守っているため詰めにくい。銀を動かしての開きを手が目につくが、 七一銀なりなどは六二銀と飛車を取られる。七一銀不りや八一銀なりならば、両王手なので飛車を取られることはないが、七三玉と出られると六四からの闘争経路が目につくため追いづらい。昭和十二年の将棋日本史に宮松関三郎が50戦を取られた話が掲載されている。この時に使用されていた問題がこの形式のものであった。宮松は、 右の図の七一銀、ふなり、七三玉、六四金。同銀、八二ひなり、六三玉、五二十七三玉に、相当する手順で千日手となっている。持ち駒に不評がある問題。図三 a を元にしている。八三 k の代わりに八二歩と七五桂ラが置かれる、ものもある。飛車を侵入させれば簡単に積みそうに見えるが、相駒によって、内部詰めの局面になることがあるため手順前後などに、 気をつける必要がある。例えば図三 a で、初手6一ひなりとすると、7一歩と合まされる。どういうならば8一歩で、内部詰め、9二歩でも8一玉7二桂成9二玉で、手が続かなくなる。内部詰めを避けるために初手を6一ひふなりとしても、8一銀9二歩8二玉6二ひなり7二歩で逃げられる。 図 3B の手順は、途中に 83K 不成り同符の2点が入る以外図、3A と同じである。ただし、初手でこの交換を行うと、後の手順で桂馬を合いごまされてつまなくなる。攻め方の玉も存在する問題。他の問題とは違い、逆王手から自分の玉が取られる危険性に注意する必要がある。元奨励会員の加藤九郎が実践で逆王手を、 食ったた経験を元に考案したと言われる最初から双玉問題として作られた累計の他に既存の問題群に玉章を加えた問題も多い。右の図は逆大手の解説のための例題である。図から8に桂なりは9三飛と自分の玉が先に取られてしまう。また、8三飛なりは同金でこれも大手になる。 61ひなりにも7一角として逆王手になるが、8に銀と打って積む。94 k と95比は詰めて順に全く関係ない駒であるが、大道詰め将棋では紛れ順を増やすために、よくこのような駒が配置される。双玉問題の類型双玉問題の代表的な類型として上の2種類がある。左の問題は、比較経過が敵玉を取り囲んでいるが、 受け方の馬と甲が間接的に地玉に効いている。このため逆王手やすぬきを食うことがある。右の問題は加藤九郎が最初に大道で使った類型とされている。といった逆王手の手順がある。大道詰め将棋の問題には古典の解釈があった。大道記事典の著者である田代国夫によれば以下のような図が原図として考えられている。 甲府問題の元となる最初の図は初代大橋総計の将棋力草90番と考えられている。幾鏡という人物が書いたとされる将棋有志館8番の途中図は7五に攻め方の桂馬が置かれている。これにより現在の甲府問題に近づいたと言える。ただし、この書では以下7二歩八一玉八五5九二玉という手順で積みとされている。 すでに述べられている通り8 5項2 8 4系以下で逃れている。松よい49番は幾鏡の問題で逃れ手順となっていた桂ツラ愛を作為にした問題である。明治時代に発行された将棋雑訴訟にはこの桂ツラ近愛や格二枚愛を使用した逃れ図が掲載されている。大正7年に発行された初心読集詰め将棋講義には 角二枚合い型の問題が掲載されている。将棋雑訴訟以前の角二枚合いの問題は知られていなかったが、将棋十局度目に問題が存在することが確認されている。八一玉型銀問題の原図としては、将棋駒比べ86番と将棋手段層83番が挙げられている。これらの図は攻め方の二段目の飛車と馬が玉を取り囲んでいる。後者の図では、 玉型の74馬が配置されている。93玉型銀問題の原図は、将棋必勝法2番である。この図から25銀同銀同銀13玉の4手を、経て、0として挙げた図となる。大道詰将棋の変化手順は多岐にわたる。そのため本文には、一般的な手順のみ紹介し主な変化手順はここに、まとめる。問題によってはここにある手順が正解になる場合も、ある。 本物の場合は八四甲八八甲でも、同じ同玉は八三桂不成八一玉八、二金丁まで八四甲ならば同甲八三、金七一歩正九一玉九二甲同玉、八三桂なり。他の駒も同様九三一九三金は九一桂なり同玉九三甲不成九二五八、一金、九三銀は九一桂なり同玉九三甲。 ふなり9258一歩星同玉8二銀。9二の合駒が金か飛車の場合は同構成。同玉8三銀9三玉8四金。9三 k は9一 k なり同玉9三甲、ふなり9 2 5 8三 k 9三項は9一 k なり同玉9三項。ふなり9258一歩星同玉8三項。7一玉8二構成6一玉7になり強 92の相駒が金か飛車の場合はこの順では、つまないので83項の代わりに92構成として、取った駒を打って追う。84桂同項以下83金同項不成92玉82構成93玉83金94玉84金超95玉87桂まで同玉は64馬相駒が飛車以外だと同玉86馬84玉85 こうで積む角以外の駒を合駒すると、以下八六馬八四玉に取った合駒を打って積む。他の合駒でも同じだが、ここでは四手後に同一馬を取ることができる飛車を使う。以下八四玉六二角七三甲。同銀不り同桂八五高九三玉七一。角なり九二玉五二ひなり九一玉八二。馬まで。六二角の他に五七角とする順もあり、これも桂馬がいると積まない。 他にも説はある。外部リンクの大動機の歴史を参照、秘伝大動機 P80 大橋総計作とされる。左右逆で、ほぼ同じ配置のものが、将棋力草第90番にある。渡瀬総二郎作、将棋必勝法第2番。図は大動詰将棋での問題図だが、同書では4手目となる。昭和2年発行の将棋月報に、 七一金、を六三銀に変えた図がある。参考文献に挙げた、大道詰将棋の正体にはこの方が、約五十問掲載されているが、八二銀で始まるものは一問しかない、全日本詰将棋連盟の受賞作解説ページ、大道清も山話第二回、天野総保門化の小林清美の著書に、収録されている総玉の詰将棋に関しては、同時期に、古籍三尾も、公案し、 爪将棋パラダイスに発表している。将棋世界創刊号に、甲府問題型の双玉問題が掲載されている。これは、加藤の双玉問題よりも古い作品である。この節の記述は特に記述がない限り、大同期の歴史のウェブ版を参考にした。大同期をも山話第21回将棋10曲、止め詰将棋としてわかりやすいように、同書の図とは、 戦後を逆にして掲載している。ありがとうございます。